正直ないです。あまり苦手なタイプではないかなって思いました。楽しい試合にはなると思います。まあ、自分だったらそんな3連敗してる弱いやつ選ばないかなって、指名しなくても当ててもらえるレベルなんで、自分だったらそのチャンピオンクラスの選手たち、ランキングあれば上位の選手たちを自分は選ぶと思うんで、そこはちょっと違うんじゃないかなっていうか、自分だったらもっと上を選ぶよっていうのは思います。強いやつでやれよ。初めて試合に出たのは中学1年生だったかな。本当練習始めて間もない頃に出て勝ったみたいな全部楽しんでやろうと思って、負けてもいいから楽しんで自分の経験値にしようと思って、打撃強くて全体的になんかできる感じだったんで、しかも年近いし、だからやったら盛り上がるかな。スーパーヒーローになりたいっていうのもあるんですけど、やっぱ一番はその会長が取れなかったもの、 USC の世界のベルトを自分は取りたいと思ってます。ここから連勝していきます。蹴って蹴って蹴りまくります。そして負けてられない。デビュー戦のやつはいかに負けてられないです。いろんな景色を見てきたんだろう、待ち焦がれていて出会えてよかった、ありがとう、この前はどうぞ。やっぱネクサスのベルトは欲しいですね。ベルト取ってからライジン行きたいな。対戦受けてくれてありがとうございます。戦ったら絶対勝つんでよろしくお願いします。